いやー、みんな元気だった？まあ、わしは元気じゃったかね。パーさんも元気じゃったよ。俺は最近腹壊して胃袋になったんだ。僕もでちゅう。私雑巾になっちゃうわよ。それは大変でしたね。だがわしが帰ってきたからにはお前らの生活は終わりだ。壁に生まれ！何を言ってるんだよ。ワン！家族は壁に埋められてしまった。お前偽物だろ。 お前偽物だろ。へ、お前の食事に笑いだけを入れておいたのさ。お前も食ってるじゃねえか。本物のおっさんは3時間前に雑巾に入れておいた。マジかよ。ワンワン。ああ、やっと脱出できた。わしの家に帰ろう。あ、偽物がいる。こいつじゃ偽物にもなってねえや。あはは、そうだね。あは、あは。ふーん、死ね。ああ、危なかった、危なかった。家族が崖にめり込んじゃったけど、崖じゃねえよ。なんだっけ。ま、細かく壁はいいや。もう寝ようぜ。ああ。次回に続く。宇宙冒、間違えた。チャーリーの冒険。第8話。手首の街。手首がいっぱい落ちていますね。ここは手首の街のようです。つて、ああ、首が締まる。おしゃ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 。おい、チャーリー。バーン。手首になっちゃいました。なので、お前を殺す。やめろー。誰か助けてくれー。ああ、人の家燃やすのってどうかと思うよ、俺は。そんな展開今までやってねえだろ。誰か助けてくれよ。わかった、わかった。今のなんか意味わかんない映像のおかげで私は人間に戻れました。ありがとうございました。この手首燃やしとこうぜ。そうだな。火炎放射器。あ、私も燃えてるよ。じゃあ次の町に行こうか。続く。